はい、こんにちは。日本改革党楠澤です。和之様、山根の治癒祈願様、和成様、静香様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度も教えていただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。動画見る前に、こんなこと言うのもなんですけれども、この動画が気に入ったらという話で、チャンネル登録よろしくお願いします。アランドロンさん、88歳死去、お悔やみ申し上げます。二つ名は世紀の2枚目、私は太陽がいっぱいとゾロは見たことありますね。太陽がいっぱいは音楽も良かったですよね。だいたい映画音楽ランキングなんていうとトップ10に入るんじゃねえかな。あと常連は風と共に去りぬであるとか、ゴッドファーザーのテーマなんかも入ってた気がするな。射撃が好きだったようで、自宅には射撃場と見届けの銃72丁が発見され、罰金払ってますね。銃72丁、使い切れないだろう。まあコレクションなのかな。死因は2019年に起きた脳卒中の悪化ではって、言われてるみたいであります。まあ一時代、終わりましたな。ドラブンというですね、昭和の、宣伝、思い出しますけれども、産経新聞特集記事、川口クルド100人超ヤードで大音量騒ぎ、警察出動、記事概要です。これ特集記事で4月末のことを書いてるんですけど、4月末にクルドの解体ヤードが集中する川口市東北部に中東系大音楽の大音量が響き渡った。これ1キロ先からでも聞こえるほどの大音量、一体なんだって、野球場でコンサートやってるのかって話なんですけど、住民の通報で警官が駆けつけたところ、ヤード内にクルド人が100人以上集まり、ヤードって解体業の、資材置き場みたいになってる作業所みたいになってる、鉄板地面に打ち立てて、外から見えなくなっている囲ってある場所ですね、まあ、解体場ですよ、にクルド人が100人以上集まって騒いでおり、警察の言うことも聞かず夕方まで騒ぎをやめなかった。警察官は私有地ということで強く言えずにのこのこおめおめ帰ったそうであります。で、警官が帰った後も大音量やめなかった。通報で駆けつけた市議会議員に、日本でいう盆踊り通りのようなものだ、連中のお祭りですか、大金かけて音響施設を用意したので音は絶対に下げない、生意気ですね、迷惑だっつってんのに。音で取り締まりをしてみる、挑戦的ですね。音響施設大金かけて用意した、それおめえらの都合だろ、それ自分らの都合で絶対に下げないとか言ってんの生意気ですね。今は日本人の理解が足りないけど生意気ですね。10年後は我々を理解する日が来るなどと言い放った模様であります。この地区ではこれまでに市や警察に寄せられた苦情も総21件、野焼き13件、まあな、ヤードの中でなんか焼いててもっく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 煙立てていう話ですか。粉塵6件、交通関係72件、これクルドダンプ、クルドトラック、クルドカーの話でしょうか。他の地区より苦情は断然多い模様であります。市はこうした迷惑行為を取り締まれる新条例制定を検討開始と、4月の話なんですけど、どこまで進んでんでしょうかね、これね。これ実はですね、川口市東北部の広大な土地を、イラン国籍のやつが十何年前に買ってですね、イラン系クルド人かもしれないですけど、イラン系クルド人が広大な土地買ってですね、クルド人の解体会社11社に貸してたって。だからここに、集中してクルド人のヤードが立っていると、まあクルド人のヤードだけではなく貸してんのかもしれないんですけれども、クルド人ヤード地区みたいになっちゃってるんですね、これね。世論です。いや、お前らの方こそ日本を理解しろ。じゃあ強制送還で問答無用、対立と対決あるのみ、市長が賄賂もらってるからどうしようもない、迷惑かけてんだから理解する必要ない、クルドが日本に合わせろよ、この言いようだから社会に溶け込むなんて無理、
知事と市長は何とかしろよ。盆踊りは自分の国でやれよ。世界中で嫌われてるのも納得理解できないし理解したくもない。日本をクルド人の国にするって公言してたぞ。こいつら入れてかばってる奥の木市長や石川大河や和田武宗を死刑に、という過激な意見もありました。たった 2,3 千人しかいねえのに78万人いる中国人よか目立ってないか。まあこっそり犯罪して捕まってるのは断然中国ベトナムの方が多いんでしょうけれども、掲示板結構な像で荒れてました。生意気なこと言ってね、理解が足りない、絶対やめないね、生意気なこと。そのうち日本人がぶち切れてクルドは皆殺しにされるっていう物騒な予想もありまして、そうならないことを祈るばかりです。こうやって行く先々で現地のことまるで無視してね、言いたい放題やりたい放題、クソ生意気だから世界中で嫌われ嫌がられ蔑まされバカにされ排除されてるんでしょうね。まあ永久に気がつかないんでしょうけどね。未来英語を世界中から嫌がられ続けるんでしょう。このこうやって、こうしていって、トルコにとどまってればいいのにね、引っ込んでればいいのにね。国政選挙の立候補者にマスゴミが共同でアンケートにご協力をってネットに誘導してきます。でその回答をですねマスゴミ全部が共有するっていうのを、恒例でやるんですけれども、2022年参院選東京選挙区に立候補した時に私のところにも要求来まして、書いて、まあ、ネットでねポチポチやりながら、送信しました。よく議員のウィキペディアに別姓に反対賛成とか書いてあるのはその結果です。選択肢は5個と無回答の6種類、あります。そのアンケートに協力しないっていう、手がある。協力してください、嫌ですつってしないって手がある。これね、協力した方がどういう人間か人となりが分かって、どういう政策を持ってるか人となりが分かって選挙には有利なんですけれども、どうしたって受かるようなやつはめんどくせえからやらねえみたいな、無回答という手があります。まあ5項と言いましたけれども、それだけじゃなくて賛成反対どちらでもないっていう3種類のも多いです。賛成どちらかといえば賛成、どちらでもない、どちらかといえば反対、反対、無回答。無回答は1個だけ無回答ってできないんですよ。回答しないと先に進めないようになってる。1問1ページで、無回答1個だけ無回答はできなくなってるんで、無回答って人はそのアンケートそのものに協力しなかった、最初からやんなかった、全部。総理選挙の各候補者比較、夫婦別姓と同性婚について賛成をマイナス100点同性婚に賛成マイナス100点だよ。別姓に賛成マイナス100点だよ。どちらかといえば賛成をマイナス50点、どちらでもないを0点、プラマイゼロ、どちらかといえば反対を50点、プラスの50点ね、反対を100点、無回答はマイナス200点。これ最初から回答しないっていうのは卑怯だから、卑怯だからです。俺のことなんて分かってもらわなくてもいいなんて政治家にあるまじき行為だから、200点とさせていただきました。とした場合各候補の点数やいかに、まあずらっと並んでおりますけれども、この図をですねどこが作ったんだか分かんないですけど、磯子、東京新聞の磯子がツイートしてたんでそこから引っ張ってまいりました。朝日新聞が作ったのかなこれな。まあ各候補者の1,2,3,4,5、賛成、やや反省、どちらでもない、やや反対、反対、1,2,3,4,5並んでますけれども、夫婦別姓について高市、斉藤、小林50点、どちらかといえば反対、自民党平均は10点、どちらかといえば反対よりの中道、川上、加藤、信勝0点、どちらでもない、有権者平均マイナス40点、どちらかといえば賛成、あってもいいんじゃないみたいな、石破マイナス50点、やや賛成、河野、与田マイナス100点、賛成、別姓賛成、岸田、小泉、茂木、林マイナス200点、こいつら回答しなかった、どうせ受かると思ってバカにしてんのか。同性婚について高市さん100点、反対、小林隆行、50点、やや反対、自民党平均は20点、反対よりの中道、石破、加藤、上川、斉藤健、
0点どちらでもない、有権者平均マイナス20点、やや賛成気味の中道、野田聖子マイナス50点、やや賛成、河野マイナス100点、賛成と、岸田小泉茂木林マイナス200点、これも答えてない。まあ当然か。別姓同姓婚合計点なんですけれども、高市さん150点、小林鷹之さん100点、斉藤健50点、自民党平均30点、加藤上川0点、この人ら新年何もないのかな、なんか昭和の政治家。年齢的にですね、加藤68歳、上川71歳で分かんないのかな、信念もなく政治家やってきた人ら。なんでしょうか。石破マイナス50点、有権者平均マイナス60点。これね、マスゴミがテレビ新聞が一生懸命必死になって、同性婚だ別姓だ別にいいよね別姓選んでもみたいな、同性婚もいいよね別にみたいな、やった結果マイナス60点になってしまいましたね。まあ最高点が200点なんですけど、マイナス200点なんですけど、野田マイナス150点、河野マイナス200点、満点取りました。河野は同性婚も別姓も即答賛成と、岸田小泉茂木林マイナス400点、こいつら答えもしねえから卑怯だって話。これについてのツイッターの意見であります。社会活動において結婚前の姓を用いて名乗ることはすでに制度として認められているんだから別姓は必要ない。この野田聖子がいいって言える人いるけど一つも良くない。手術なしで戸籍の性別変更可能という判決が出たので同性婚は事実上可能になってる。自民内で保守は少数派なのがよくわかる。夫婦別姓は親子別姓になりますがいいんですかと議員に聞いても答えない。岸田小泉茂木林答えないってないだろ、答えないって。まあさすがにね、やっぱ高市さんが最高点でしたね。完全に分かってますよね。惚れ惚れします。時点の150点か、小林鷹之さんもなかなか。マイナス200点の河野太郎はなんで自民党にいんだろうね、なんで自民党にいんだろうねこれ。こいつ太陽光パネルの周辺機器を作ってる同族会社の日本端子を儲けさせたくてね、太陽光子で結果半原発って言ってるし、日本端子は河野一族の11人しか株主じゃない完全な一族の私物企業ですからね。太郎自身も 3% 程度株持ってるしね。大臣の権力使って太陽光子は利益誘導でしょうが日本端子儲けさせる。河野太郎は私利私欲のために我が国を破壊しようとしてるよね。立憲か共産にふさわしい人材だと思うんですけども、なんで自民にいんだおめえは。夫婦別姓も、同性婚も大賛成で反原発ってなんで自民にいんだおめえは、いう、人物ですね、人材。擁護皆無で異常な状態を示す河野太郎の掲示板ですが、そんな政治家いねえ。必ず擁護と叩きが争ってるのに、キューボ河野太郎の新しいあだ名というスレッド立てたのでご紹介します。ブロックマン太郎、デジタルクシャおじさん、次の総理どうぞ、嘘つき独裁者、中国共産党日本支部長、感触太郎、神羅万象ブロック、暗黒ファービー、よくわかんねえなこれ、三流ペテンシー、パワハラブロック、イキリ太郎、パワハラコオロギ、民意シャットアウト、ヘリクツ担当大臣、ポンコツ世襲、ベーコン、わかんねえこれ、ベーコンわかんないです、なんでベーコンなの、干し柿、これもわかんないな、ちょっと、ゴミ、クズ、などなど多彩な意見が出ておりました。よくわからないのも混じってましたけど、ベーコン、なんでなの。次の方で質問から逃げ、所管外で答弁から逃げ、必要ないで出廷と証言から逃げております。私の裁判お前が訴えたんだろうが、なんで出てこねえんだ。普通原告はで自分で出てきて涙ながらに、私はこんなに傷つきましたっていうのがセオリーなんだわって、名誉毀損の場合は、なんで出てこねえんだ、おめえが訴えたんだろう、お前が、放火魔、じゃねえ、先制攻撃してきちゃう、3人の裁判官も困ってますよ。原告のくせに証言拒否だろって、おかしいだろ、被害訴えねえでどうすんだって、自らよ。今日の単身です。我が国の平均住宅所得額、分の平均所得額が、
OECD 統計データが信用できる34カ国ということは中国とか北朝鮮は入ってねえな。平均を下回り日本住宅は割安という結果に、 OECD の中では割安という結果に、とは言ってもですね、許容できる場所の許容できる住宅は庶民には高いですよね。職場がここだから半径何キロ以内のとこにいないとダメだよな、っていう許容とですね、一人子供一人一部屋はあげたいよなんて、許容できる建物、は高いよ庶民には。そりゃ山奥の空き家だったら格安でも売れないし、都心の物件はね、外資の投資が買い占めてて高騰してるしね。何せ人口が減り続ける以上ですね、今ある物件は徐々に不要となっていくんだから、住宅の価格下落は続くんじゃないか、人口が減って増える需要なんか、あるかな。例えば一人暮らしの女性の、例えば電球取り替えたり家具立て付けてたり、男手が必要な商売であるとか、まあそういうのは増えていくかもしれないですね、今後ね。総理選挙9月12日公示、27日投票で調整。中身がね、中国共産党員の河野太郎だけは勘弁してよ。ダメだがんな、滅びっかんな日本。宮古島付近で台風9号発生。やっぱり異常に高い海水温のせいでですね、台風発生しやすくなってるんでしょうか。ただ9号の進路はですね、今のところ我が国には接近せず、横の半島、つまり朝鮮半島を直撃するようで、よかったよかったと。私はね、日本人以外どうなってもいいって考えてる人間のクズですんで、ジャパンファーストってそういうことですよね。都民ファーストだって都民以外はどうでもいいって公言してるようなもんじゃないですか。私はね、日本にとって利益のある国、例えば石油売ってくれるであるとか、日本の自動車買ってくれるであるとか、そういう国は続いてもいいや、存在してもいいやぐらいに思ってる人手なしですんであとはどうでもいい、日本人以外はどうなってもいい、どんな不幸な目にあってもいいって考えてる人間のクズであります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。